トレードはメンタルが10割、カニマです。今日はですね、6月3日金曜日午前11時35分にこの動画を撮ってます。でまず昨日のトレードの解説からいきたいんですけど、昨日はねハマりましたね、バッチリハマったんですけど、同時にねかなり腹が立つトレードがありまして、ね、それが金だったんですけど、まあ一昨日ですね、だから今日金曜だから水曜日の時点でロングを狙ったんですけど、まあ、1回ロスカットになったんですね。本当にね相場ってもう頭くる動きしてくるなと思ったんですけど、まあ水曜日に買ったのはここだったんですよ。でこのヒゲでロスカットに遭いまして、で結局その後上昇していったんですけど、まあ、まだね買いを狙ってたんですね、この段階では。でなんで買い狙ってるかっていうと、このポイントってこのもうちょいこのね大きなこの局面で言った時に日足でのトレンド転換の場面なんですよ。でこれは、先日アップした永久保存版の、トレンド転換手法ですね、逆張りからのトレンドフォロー戦略でも解説している通り、トレンド転換が一番優位性があるんですよ。要は一番そこから伸びやすい、方向性が分かりやすい場面なんですよね。一番エネルギーが要は凝縮している局面ということです。なんでそこを狙えたら最も勝ちやすいポイントなんですけど、それが、まあ、日足で出てたわけですね。ちょっと見えにくいので一回消しますけど、日足でここです、サポートされて、まあ、落ちて戻して、一回戻して下げきれずにこのパターンですね。ABCD 手法とかも言ったりしますけど、まあ、詳しくはまたどっかで解説できればなと思いますけど、多分これが C の局面かな。で C からまあ D までこう伸ばしていくっていう感じなんですけど、 ABCD みたいなね感じですね。でこれはもう日足でこの形が出たら間違いなく伸びるなと思ったんですが、ただだからといってね、この日足を見ていきなりどこでもいいから買いに行ったらいいのかっていうと全くそうではない。ちゃんと狙いを定めなきゃいけないんですけど、金はまあ水曜日に損切りになってたので、もう一回とにかく狙ってました。で1時間か分かりやすいか、1時間だとちょっと、あそうですね、1時間買ったのはだから、あそう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 、このブレイクアウト、ここですね、ここのブレイクアウトをロングしに行きました、あえて。いや本当は理想はここなんですよ、理想はここなんですけど無理だったので、もうブレイクアウトを買いに行きました。でこれはちょっとだからリスクリワード的に不利になりやすいんですよね。普通は要は高値を攻めに行くので、ブレイクせずに戻ってきた時に要は損切りが遠いんですよ。ただ今回のケースは日足でも上がる形が出来上がっているので、もうあえて高値突っ込んでいったっていう形になります。で順調に上がってたんですけど、この後のねこのヒゲですよ、これで刈られましたね。でその後爆上げしていくっていうね、本当にねいやらしい動きをしてきまして、具体的なエントリーポイントをちょっとメタトレーダーの方でねちょっとお見せしたいと思います。これですね、見えますかね、ちょっと見えにくい、ちっちゃいから見えにくいかもしれないですけど、ここね、ここでエントリーして、でちょっと大きめにロット張りました。でここのブレイクアウトですね、ここのブレイクアウトレジスタンス突破してロングしてるの分かると思います。でその後順調にこう上がっていって、ここなんですよねポイントは。これね一回揉んで、ちょっとヒゲになってるんで分かりにくいんですけど、一回高値抜いたんですよ。で高値抜いたんで、あこれ押し目作ったなと思って、このストップロスをもともとここだったんですね、ここにストップロスを置いてたのをぶわーっと引き上げて引き上げて、ここに移動したんですよ、また高値更新したから。そしたらねその直後に下にいきなりなんかめっちゃ長いヒゲ出て、で置いてたストップにヒットして、そのまま爆上げしていくっていう、もうねほんといやらしい動きをしてきて、まあこれがでもね相場っちゃ相場なんですけどね。
こういうのがね、あるから。だからね、セオリー通りいかないんですよ、トレードって。だからセオリー通りのこう教科書的なトレードってあるじゃないですか、よく。こうなったらエントリーとか、こういうふうにストップを引き上げたって言ったらいいよみたいなとか。ただね、その通りにいかないことが多いです、やっぱ。まあ、だからその都度都度ね、リアルタイムで流れを見ながらこう対処していかなきゃいけないんですけど、まあ改めてそれをちょっと痛感した昨日でしたね。で、金はだいぶ早めにもう出ちゃったんですけど、まあ一応プラスで終わったから言っちゃいいんですけど、もう一個のですね、方ではまあまあ取れました。それがユーロドルじゃないわ、ユーロ円ですね。ユーロ円の方はこっちは取れましたね。で、もう本当に形的には上に抜けますというチャートをしていたので、この右肩、左肩かな、左肩上がりのヘッド&ショルダー形成して落ちたものの上がってきて、もうこのヘッド&ショルダーをぶち抜いてきてるじゃないですか。これは相当強いので、ロングしに行きまして、で1時間足を見てましたね、ずっと。で1時間足でやっぱポイント、エントリーの決め手になったのはここです。高値圏でやっぱ揉んでるレジスタンスの、ここのレジスタンスっていうのはちょっとね、分かりにくいかもしれないんですけど、ヘッド&ショルダーのこのショルダーのところを結んでいったラインなんですよ。この斜めの赤い線ですね、これが、何でしょう、一応抵抗線になってるところですね。そこで揉んでたんですけど、普通は抵抗線の下では買わないんですよ、セオリー通りだったら。これも教科書的に言ったら買わないです。なんでかというと下がってくる可能性があるから。でも僕はもう10年以上ずっと相場やってきて見てきたパターンとして、この形、要はレジスタンスに張り付いてもう下げない、下げてこない、落ちてこない、でさらに落ちてもすぐヒゲになる、こういうで、ぐーっと値動きが圧縮していってるじゃないですか。収縮して収縮して収縮していってる。で落ちてこない時というのは大体上に抜けます。なので、このね、真ん中ら辺、このレンジの真ん中ら辺とレンジ下限でロングしました。でその後ずっとホールドして、まあ、このすごい狭い持ち合いを下に切ってきたらロスカットなんで、ロスカット近かったんで良かったんですよね。でまあ切ってきたら損切りしたらいいかなと思ってずっとホールドしてたんですけど、昨日の10時ぐらいからブレイクしていって、だいたい 139.48 ぐらいまで引っ張りました。だ多分これもうちょい行くとは思うんですけど、まあ、1回押すとは思いますね、ここから。だからこれはすごい値幅は取れたので良かったなと思います。でね、ちょっとチャート、エントリーしたチャートをお見せしたいと思います。これは15分、15分はちょっと分かりにくいですね。ちょっと時間足変えましょうか。1時間足、実際にエントリーした1時間足の方がいいかもしれない。はい、こうですね。ここで1つ目ロングして、でもう1個はレンジ加減でロングしてます、ここですね。でその後抜けていって、半分を 139.14、要は直近の高値のブレイク、バーンってね、抜けたところで半分リグって、もう半分をだいたい 139.50 ぐらいまで引っ張ってリグりました。だからここは損切りの幅に対して、損切りはここですよね、損切りはかなり近いに対して、かなり値幅はいい感じで取れたなと思います。で、その例えば少ない資金でも、もちろん大きな資金でも、どっちであったとしても、コツコツ取っていくときに大事なことは、その普段大勝ちはなくてもいいんですよね、別に、ちょろっとプラスでもいいんですよ。ただトレードの難しいところって、例えば3日連続ちょこちょこちょこっと取ったとして、4日目でドーンってちょっとでかい損切りが来たら、その剥離が全部飛んじゃうんですね。これが難しいところ。だからコツコツドカンってよく言うじゃないですか。これはね、起こります。全然起こります。
だから普段なかなかそのトレンドを本当に捉えるってことは難しい。ずっとやっててもなかなかそれはね、さっきの金みたいに振り落とされたりとかするし、騙しも多いし、なかなか本命のトレンドを捉えるのって難しいんですけど、でも月に2、3回でもこういう動きが取れたらだいぶ楽になるんですよ、戦うのが。だし、パフォーマンスがすごい、この数回の大きく値幅を取った数回のトレードでだいぶパフォーマンスが良くなります。それ以外が例えばそんなに取れないとか、ちょろっと取って値幅あんまり取れなかったとかでも全然いいんですよね。あとはちょびっと損切りになったとか、なんかちょこちょこ勝ったり負けたりとかでも全然いいんですよ。ただその月の間に2、3回とかでも大きく取れる場面があったら、それだけで、もうちゃんと利益は出していくことができるので、ぜひね、特にその伸びるポイント、どこを抜けたら伸びるのか、どこでトレンドが転換するのかっていうことを日々、意識しながらチャートを見ていくといいかなと思います。はい。で、今日のマーケット、まあそんなに、まあ、話すことはないかなと思うんですけど、まあユーロ円は引き続き落ちてきたら買いたいなというところと、まあ、ドル円もちなみにやっぱここでサポートされましたね。わかりやすい。非常に綺麗なチャートですけど、まあ、ただ、ちょっと伸びなかったですね、あんまね。まあ、でも、まだ目線的にはロングですよね。はい。で、やっぱアメリカの、あとヨーロッパもそうですけど、また上げましたよね、木曜日。で、ダックスっていうのはドイツの株価指数ですけど、フォルクスワーゲンとかが入ってる株価指数です。またですね、直近の高値までやってきましたと。で、ちょうどね、やっぱこの押し目が、フィボナッチの、0.38ですね。で、綺麗に反発しているというところで、テクニカルは綺麗に効いてると思います。で、ここをブレイクしたとしたら、ブレイクしそうですけど、ちょっと日足を見たら、はい、そうですね。ここをブレイクすると、もうね、あんまり蓋するもんがないんですよ。14907まで、ここまで。なので、一時的にここ抜けると、まあ、一気に上げ上げムードになる可能性はあるなと思ってます。で、特に、今日が金曜なので、また先週と同じように金曜日高値引けのパターンはあり得るかなと思ってます。もうずっと1日中上げて引けも高値で引けるっていうパターンです。それは今日展開としてあり得るかなと思うので、そこを意識して見ていくといいと思います。はい。で、アメリカに関してはやっぱヨーロッパよりちょっと弱いんですよね。若干弱いです。ここですね、まだ直近の高値の下なので、ただここ抜けてきた場合、アメリカ、これ S&P500 ですけど、この4290、4300あたりが大きな節目なので、ここまで上がってくる可能性があるのと、ここでやっぱ売りを考えていくポイントかなと、はい、思います。ざっくりとそんなところですね。あと質問も結構最近動画でもらってたので、ちょっとざっとそれだけね、最後にお答えしていきたいんですけど、投資初心者、リンともさん、投資初心者です。FX ではなく国内の個別株で投資したいと思ってるんですが、環境認識は最低限何をどのように見ることが必要でしょうか。個別株の場合は、これね、デイトレなのか、スイングかにもよって変わるんですよ。まあ、根本的には同じなんですけど、特に例えば株でデイトレードしようと思ってるんだったら、銘柄、どの銘柄を今日売買するのか、どの会社のを今日売買するのかの、その絞り込みっていうのがめちゃくちゃ重要です。もうそれで決まると言っても過言ではないです。なので、その日例えばギャップアップしてる、窓を開けてその抵抗線を抜いて始まってるやつをロングしていくとか、前日にすごい大きく上げた銘柄、しかもそれはテクニカル的にただ上げただけじゃなくて、明確なファンダメンタルが背景にある。要はその企業の決算が良かったとか、予想よりすごい良かったとか、どっかと提携したとか、あとはその
政府系のこう資金が入ってきた、政府との例えば契約を結んだ、その企業が結んだとか、そういった強いファンダメンタルによって上がってるもので、かつテクニカル的にも買いに行けるものを狙っていくとかっていうふうに、すごい銘柄の絞り込みでもう決まると言ってもいいと思います。なので株の場合はそういった勉強も必要です。その決算のことだったり、基本的なことでいいと思うんですけど、あとはその企業が、その業界が今その世界のこの国際情勢の中でどういった立ち位置なのか、注目されているのか、それとももう社用産業で衰退していくところなのか、例えばね、そのコロナの時だったらやっぱ製薬会社って上がりやすかったんですよね、全体的に。その製薬業界の株全体が押し上げられたっていう背景がやっぱあります、コロナの時は。なのでそこで利益をたくさん出したトレーダーも多分いたと思いますね、株式のトレーダーの人では。だからそういったね、また為替とは違う要素っていうのを学んでいかなきゃいけないので、チャートの分析だけではなくって、そういった株がどういった要因で上がるのかっていうところをまずは勉強されるといいのかなと思います。まあアメリカの、僕はね日本の株はちょっとやったことないんですけど、アメリカの株式はあるので、まあ、またどっかで基本的な話は株式 の、 あの見るべきポイントは話したいなと思うので、少々お待ちください。はい、続いて、加藤さん、はい、ダックス点々、あ、はてなはてなはてなと、ダックスは何ですか、超初心者です。 FX の口座開設の方法さえハードルが高く感じます。まあ、最初はね、そうですよね、わかりますわかります。なんか口座開けるのだけでもなんかすごい大変なねイメージがあったりとかしますよね。うん、これから投資の世界を学ぼうと思っていますが、 DAX ってどこを探せばたどり着けるのでしょうか。 DAX は、ドイツの株価指数ですね。DAX には有名な、あ、DAX じゃない、ドイツには、ね、有名な株価指数2つあって、1つがユーロストックス50っていうのと、もう1個は DAX なんですよ。でこの2つがもう本当に一番メジャーなんですけど、今だ、昔はねこれってヨーロッパのドイツの先物取引所でしかできなかったんですね、売買できなかったんですよ。でもね今はめっちゃいい時代で、その CFD っていうのがあります。要はそれに似せた金融商品があるので、まあ、言ったらものすごい小さい資金でこういった DAX とかその株価指数を取引できる。で僕の場合は今使っているのは XM トレーディングっていうところで、 XM 大文字で英語で XM トレーディング、ここはね本当使いやすいし、いろんな銘柄、金とか原油とか、いつも解説で話している銘柄、買う、為替、あと穀物とか全部取引できるので、そこでまず解説してみるといいと思います。ですごい小資金から始めるので、数万円とかからできるので、極小ロットでまずは練習されるのがいいと思います。まずはデモからですけどね、デモからやって、その次に極小のリアルマネーのロットでやっていったらいいと思います。はい、マーケットの選別の仕方について迷っているので解説していただけると助かります。これもねまたどっかでそれ用の動画を撮りたいと思ってますけど、基本僕が見てるのはやっぱトレンド転換のポイントです。流れがどこで変わるのか、その節目をいつも見るようにしてます。強かったものが弱い流れに切り替わるポイント、逆に弱かった流れが強気に変わるポイント、だ今日解説した金、あとユーロ円もそういうポイントなんですよ。だから最もエネルギーが凝縮しているところを探していく、そういうチャートをとにかくマーケットを見つけてピックアップしていくってことをやってます。はい、いつも動画を拝見しています。とてもためになり勉強になります。質問になりますが、ドル円を売りで狙う根拠はファンダを考慮したものでしょうか。ファンダも多少ありますけど、でもチャートもだいぶ見てましたね。ドル円はやっぱ日足でヘッド&ショルダーみたいになってたので、まあ、一旦下がるかなと、円高の方に行くかなと思ってました。はい、ただ急激に上がっちゃったので、やっぱ円売りが強いなと思ったので売らなかったです。はい、ゆっくり上がってくるとまた別なんですけど、急激にガーンとまた来たので、これ流れはまた変わったなと思って売りませんでした。はい、でドル円は僕は買わなかったんですけど、チャートが買いやすいユーロ円の方を、まあ、
買ったという流れになります。はい、あとは、久々の相場のお話、非常に嬉しく思います。相場の本質について、圧倒的なこれまでの経験値に基づいて語られていて、素晴らしいの一言、ありがとうございます。ところで、今のドル円相場について、今度お話を伺えれば、漢字が読めない。漢字が読めないですね。ありがたく思いますって感じですね、多分ね。はい。トレンドフォローなら間違いなく買いなんですが、吸った金を買っていくことになり、躊躇してる。ファンダメンタルズ的に圧倒的な金利差、要は金利を引き上げられる国、引き上げられない国の差、長期的には150円とかいう人も現れてます。今一番シンプルに儲かりそうで、実は危険なのがドル円と考えています。金利引き上げざるを得ない環境下に置かれていることも確かそうですね。金融庁に気を使いながらも日銀が相当な危機感を持って対峙しています。ここを、三代さんのはどうお考えになっているのか、どうぞよろしくお願いいたします。はい、これはまた別途、そうですね、ちょっとね、動画長くなっちゃうのでまた別途解説できたらなと思いますけど、まあ現状はやっぱ日銀がね、量的緩和を続けてます。円をバン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 吸ってます。アメリカは逆に縮小してってます。金利上げて、量的引き締め QT ですね、クオンティテイティブタイトニングをやって引き締めてってるので、要は、また先状態になって今ドルがものすごく買われてる、という流れですね。でこれは確かに引き続き続くと思うんですけど、どこまで行くかはね、やっぱ分かんないし、僕もその吸った金を買っていくのはあんまり嫌なんですよね。すでにもう130円近いので、まあ、ただそういう時はね、上がったりするんですよ。もう本当にここ買いに行くのきついよなっていう時ほど、もう一回ブレイクしに行くことがやっぱ多いなと思います。なので損切りを近めにしてやっぱ狙っていくのは全然ありだと思うし、僕の場合何を考えてるかっていうと、こっから例えば131円2円とかいったとするじゃないですか、135とかいったら、オプションで円の先物オプションでその140円とか145円あたりを売りたいんですよ。売るというとちょっと語弊があるかもしれないんですけど、140円145円あたりの円を買っておきたいんです、先物のオプションで。そしたら円が145円とこまで来なければ勝ちっていう戦略を取れるんですよ。でさすがにですよ、140、145円って相当なレベルじゃないですか。でそこに近づくことはあれど、状態的にずっとそこが維持されることはやっぱ考えにくいわけですよね、今の状況的に。でだって FRB がこのまま金融引き締めを続けるかどうかはぶっちゃけ怪しいわけですよ。その金利を上げていくっていうのも、もう9月の段階でそれは終わるんじゃないかって言われてるぐらいです、その引き締めは。それをやるともう金融市場が持たないので、FRB 的にはもう9月の段階で一旦ちょっと緩和の方向に傾くかもしれないっていうことが言われているぐらい、なかなかずっと引き締めていくのは厳しいと思います。だから一時的に円がもうちょっと跳ねたとしたら、そこはオプションを使いたいんですね。はい。で140円145円あたりの円を買っておくことによって、先物オプションで買っておくことによって、そこに到達しなければ、勝ちというポジションを組むという今ちょっと構想を持ってます。でその戦略をやる場合、 XM トレーディングではできないので、僕の場合はインタラクティブブローカーズ証券っていうアメリカの証券会社 IB 証券っていうところを使います、オプションに関しては。でオプションはバイナリーオプションではなくて、株式オプションとか先物オプションの方に僕はなるんですけど、それもちょっと短期のね、このデイトレじゃなくて長期の動きを狙っていくためにやろうと思っているので、そっちも始めたらまたね、解説の方していきたいと思います。ちょっとマニアックですけどね、まあ、ただ考え方は必ず役に立つと思います。はい、ということで、またね、なんか質問とかあったらどんどん動画のコメント欄に、書いてください。そういうのもね、毎日拾いながらお答えをしていきたいと思ってます。はい、あとですね、ぜひチャンネル登録、いいねの方も、押してもらえたら嬉しいです。はい、ということで今日もね、トレード頑張っていきましょう。ありがとうございました。